1週目が楽しかったので2週目もやりたいと思います。ちょっと1週目が文化祭のお手伝いみたいなのを全くしてなかったんで、ちょっとそういうのをね積極的に参加しつつやりたいので、津田くんを狙いつつ攻略していこうと思います。1日目のね6月20日に戻ってきました。読んでるところはねちょっと動画でカットしつつやっていこうと思います。今日は雨だ。校内を散歩する、廊下をうろつく、帰る。どうしよっか、廊下うろつこうか、試しに。陸上部が廊下で休憩している。お、体操服じゃない？体操服姿の津田くんだ。よう見ず、練習の見学でもしに来たのか。いや、全然そのつもりはなかったですけど、見学に来た、冷やかしに来た。でもこれどっちの方が好感度上がるんだろう。普通に素直に言っとくか。見学に来たよ。そっか、まあゆっくり見てけよ。今は休憩中だけどな。でもお前、部活入んないの？入学してからずっと帰宅部だろ。あ、ずっと帰宅部なの？絶対に入部しなきゃいけないってわけじゃないけどさ、ほらせっかくの高校生活なんだし。いやでも私も、高校生の時、あれだった、帰宅部だったわ、ずっと。何かやりたいことないのか、興味のあることとかさ。興味あること？新婚旅行に興味がある。あ、じゃあ、新婚旅行興味があるって言っとく？お前な、夫婦のネタお気に入りなのか？あ、気に入ってるんだと思う、多分。まあ、夫婦とか言われて、お前が嫌な思いしてないならいいんだけどさ。あ、お互いそう思いつつ受け入れてるパターンね、これ。練習再開します。あ、俺もう行かないと。あ、頑張ってね。走ってるやつとぶつからないようにな。じゃあな。バイバイ。よし、21日目の放課後が来たね。メニュー決定に参加が多分津田くんだろうね。同じクラスだし。元気いっぱいの委員長だ。模擬店のメニューを決めていきましょう。案がある人からどんどん言ってくださいね。あ、この角度の津田くんいいな。メニューか、俺は肉系がいいな。肉系？水はなんか考えたか。ハンバーグとかステーキかな。ああ、肉巻きおにぎり、昆虫食、レーション、アスパラガス。ちょっと昆虫食とレーションはね、結構挑戦的すぎないか。このゲーム、アスパラガスを推してるのかな。でも肉系がいいんでしょ、津田くん。じゃあ肉巻きおにぎり選ぶか。いいな、肉巻きおにぎり。試食のことを考えてもかなりいいな。あんまり難しくないメニューだしね。いかにも文化祭という感じでいいですね。あ、委員長にも好評。業務用の肉巻きおにぎり串を購入すれば準備も楽ですし。え、業務用の買うの？肉が食べられて準備も楽だなんて、もう肉巻きおにぎり一択みたいなもんだよな。一週目だとでも違う食べ物だった気が。ではメニューの第一希望は肉巻きおにぎりでいいですね。あ、いいですよ。もし希望が他のクラスと被っても私が絶対に勝ち取ってきますから安心してください。あ、じゃあ任せてよ、委員長、本当に。では今日のところは解散。解散！22日目の金曜日だ。皆さん、このクラスの模擬店のメニューは肉巻きおにぎり。え？肉巻きおにぎりで決定したの？あれ？一週目って、なんか違うのじゃなかったっけ？それでは今日も健やかに過ごしましょう。はーい。放課後になった。どうしよっか。でも図書室が多分、ね、桐島さんだと思うから。あ、でもどうだったっけ？食堂だったっけ？ちょっと待って。ああ、適当に歩いてみるか。ああ、小野寺くんだ。じゃ、セーブはしてはいるけど、やり直したりはしないからな。私の心情としてやり直しは基本的にしないので。あれ、水先輩、なんで1年の会に？あ、ちょっとぶらついててね。あ、もしかして俺に会いに来ちゃいました？いや、全然そんなつもりじゃないんだけど。そんな怖い顔しないでくださいよ。冗談ですから。今、鬼の形相で小野寺くん見てたんだろうな。そうだ、先輩。暇ならうちのクラスに助言してくださいよ。
え、何？うちは文化祭で射的やるんすけど。あ、射的、いいね。今、レイアウトで悩んでる。構想書いてある紙がこれで。ちょ、見せて見せて。行って。え、どうした？あ、紙でちょっと指切っちゃいました。平気っすよ、こんくらい。バカバカバカ。そっか。そっかは冷たいな。保健室行こう。保健室、いやいや大丈夫ですって。いや、紙で指切るのが一番やばいんだよ。ティッシュで拭いて止血しとけば治りますよ。いや、まあそうかもしんないけど。一応行こう、一応。まあちょっと先輩引っ張らないでください。わかりましたから。もう保健室だ。もう先輩は大げさなんすから。いやいやいや。もしなんかね、切り傷で変なことになっちゃったら嫌だし。でも先輩にこんなに心配してもらえて結構嬉しかったかも。嬉しかったのか。じゃあいいや。あ、23日だ。どうしよう。今日は休みだ。適当に出かけて小野寺くんだった気がする。多分電車で出かけたら桐島さんなんだろうな。多分。文化祭準備に行くか。お。みずちゃんおはよう。今日は模擬店の看板作りするんだって。いいね。よう、みず、お前も手伝いに来たのか。手伝いに来た。みんな休日なのに来てくれてありがとうね。やっぱみんな文化祭盛り上げたいんだね。それじゃあ早速看板を作っていきましょう。よしよし。お、津田くんほっぺにシュってなってるインクかなんかが。ペンキかこれ。みず、そっちの方はどんな感じだ。あ、お前、顔にペンキついてるぞ。あ、私もついてるの？やば。ん？俺もついてる？どこ？あ、ここ、ここ、ここ。ほっぺのとこ、ついてるよ、青いやつが。左、左。あ、そうそう、左目の方。あ、違う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 。津田くんから見て左だよ。ん？え？あ、お前が撮ってくれるのか。あ、いいよ、いいよ。じゃあ、頼むよ。うわ。あ、でも私の、手も結構汚れてない？これ、なんで目つぶってるの、この子。取れた？いや、取れてないよ。いや、ほら、やっぱ、手が汚れてるから、猫みたいになってる。何ニコニコしてんだよ。あ、お前、わざとペンキつけただろう。あ、バレた？そう、顔で遊ばれた。もう、二人ともイチャイチャしちゃって。でも、これ、実際こんな、こんな子たちがクラスにいたら私、イラついちゃうかもしんない。津田はニヤついてないでさっさと顔洗ってこいよ。みんな優しいね。公認なんだな。ニヤついてねえし、白目を向くな。お、25日。どうしよっか。食堂は多分霧島さんな気がするからな。廊下うろつくか。津田くんだ、よかった。大量のワークを抱えている。あら、ブルー。なんか当番かなんかだったのかな？よう、水。さっき先生に捕まってさ、これ運ぶの頼まれちゃったんだよ。40人分のワークってさすがに重いな。40人分は重いな。手伝おっか。頑張れ。手伝う、手伝う。おん、ほんとか、助かるよ。じゃあ半分頼む。ん？いや、全部は悪いって。わっちょ。え？何？おい、大丈夫かい？重いだろ。あ、私結構力持ちだよ。全然平気って感じだな。俺でも結構きつかったのに。あの、ありがとな。今度さん何か手伝うよ。ああ、じゃあ困った時にお願いするよ。手伝えることがあればなんだけど。これ、主人公の犬丸は何でも一人でできる。あれなんだな。つよつよ系だな。まあ、何かあったらいつでも言えよ。ありがとう。26日が来たね。今日は雨だ。あ、試食に参加しよう、試食に。肉巻きおにぎり。なんだかいつもより準備参加者が多いですね。試食目当てだね、これは。試食の時だけ顔を出す元気なみんなのことも好きですよ。これ、委員長のキャラ結構好きだな。メイド喫茶決定してからずっとあのテンション保ってんな。
試食はこの皿から一つ、一人一つでお願いします。熱いので気をつけて食べ。おうおう、やった、いただきます。つな、勢いよく、あっつ何焦ってんだよ、つだ。誰も取らないんだから、ゆっくり食べな。だって食べたいし。食べ物は逃げない。冷まそうか。あ、冷ましてあげようか。うん。ん？あ、いや、やっぱいいよ。自分で冷ます。え、なに？そう言わずに冷ましてもらえばいいのに。D ちゃん。うん。やだよ、そんなことしたらまた夫婦だなんだっていじるだろ、お前ら。いや、もういいじゃん、別に。そんな、いじられてるのが嫌だわ、みたいなこと言うからいじるんだよ、みんなが。わざわざいじらねえよ。こんなこと夫婦にとっては当たり前なんだろう。始まったわ。もういじりは始まってんのか。でもまあ言うほど暑いわけでもな。あっつ。暑すぎるとでもちょっと、お客さんにあげるときに大変じゃない？なんで分かってて食べようとしたんだお前は。食べたいからだよ。何も言わない。あ、冷ましてあげようか。はう、俺って言ってる。いや、え、あ、あ、なんか、嫌なのかな？いいんですか？いいよ。おい、津田が断るから、水さんターゲ変しちゃったぞ。ああ、ターゲット変えましたよ。なんでそんな困った顔してるの？津田くん生きてる？いじられるのがどうこう言ってたけど、こいつ夫婦呼びにあぐらかいてたんだな。あの、やけどしないでくださいね。皆さんは将来の大切なメイドなんですから。これ全員でメイドになるの？私たちメイドの素材だと思われてる。今日は雨だ。今日は雨だなぁ。あ、試着に参加できる。メイド服着れるぞ。やった。皆さんよく来ましたね。ついにメイド服は届きましたよ。ご覧なさい。この白と黒で形作られた可憐な装いをなんて美しくかぐわしいんでしょう。この世の宝です。よくわかってる。この委員長は裏切らないね。予算の関係で多少チープな見栄えではありますが、そんなのどうでもよろしい。さて着てみてください。ワイシャツの上から着用してくださいね。まあ、しょうがないね。生地はもう予算があるからめっちゃ喋るじゃん。ウキウキなんだろうな、委員長も。あ、津田くん。やっぱ今日は帰ればよかった気がするの。え、なんで？うん。あ、ちょっと待って、本当にみんな来てる。なんだよ、あんまりジロジロ見るなよ。え、かわいいじゃん。サイズも確かめたし、俺はもう脱ぐからな。え？なんでよ。似合ってる、かわいい、最高、きつい。え、かわいい、かわいい、かわいい。はあ、かわいいのは服だけだろ。いや、津田くん結構かわいい系のキャラじゃない？何喜んでんだ、津田。喜んでねえし。てか、委員長大丈夫なの？え、なんか死んでない？委員長。ゲーミング委員長になって死んでるんだけど。立ったまま死んでる。あ、あ、今日はメイド記念日だ。いよいよ明日から文化祭。あ、もう文化祭か。明日と明後日の2日間は皆さんで文化祭やり遂げましょう。頑張るか。いずいよいよだな。ね。メイド服はまあ恥ずかしいけどさ、2年生全員ってなかなかないし、みんなが着てればそのうち慣れるよな。まあまあまあ。いい文化祭になるといいな。一緒に頑張ろうぜ。え、俺の夏休みの予定？あ、聞いとこ聞いとこ。一緒に過ごすかもしんないし。お前文化祭もこれからだってのに。そうだな、部活以外は特に決まってないけど、プールで泳ぎたいな、夏だし。あ、じゃあ一緒に行こうよ。なんでそんなこと、まあいいか。ここでは約束しないのね。オッケーオッケー。よっしゃー、文化祭だ。皆さん、くれぐれも火傷に注意して、おお、委員長が喋り出しちゃった。さあみんな準備はいいですね。交代制ですから、自分の交代時間忘れないように。このクラス、いえ、この学校を訪れる者すべてに我々のメイド魂を見せつけましょう。一緒に頑張ろうね、みずちゃん。ああ、ありがとう、えいちゃん。よう、みず、繁盛してるか。
多分盛り上がっていると思うよ。他のクラスも見てきたんだけど、やっぱ集団でメイド服着てる光景ってすげえな。でもこれもまた思い出だね。それで、あのさ、お前メイド服、あ、似合ってるよ。あ、ありがとう。しばらくしたら俺もそうなるって。じゃあちょっと津田くんがメイドになってる時、あれだな、接客してもらおうかな。お前思い出させるなよ。いいよ。みずさんはそろそろ交代時間ですね。お疲れ様です。お疲れ。自由時間だ。自分のクラス見ます。いらっしゃせ。津田くんだ。げ、みず、見物に来たのか。他のとこ回らなくてもいいのかよ。いや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 、ここがメインだから。津田くん見に来たよ。俺を見に来た？心配しなくてもちゃんと働いてるって。いや、そうじゃねえよ。そうだ、お前あれやったか、お客様のこと。ああ、ご主人様って呼ぶやつ。どう？俺は一回も呼んでねえ。委員長も強制はしてねえしな。ああ、そうなんだ。まあ真面目にそう呼んでるのはメイドガチ勢。あ、ガチ勢もちゃんと いらっしゃるんだ。じゃあ俺そろそろ戻るよ。またの、まだ時間がある。いや、津田くん誘おうよ。俺と回りたいのか。うん、一緒行こうよ。あ、いいぞ、行こう。やったやった。よし、スタンプラリー RTA しようぜ。どっちが早いか勝負すんの。リアルタイムアタックだよ。ほら、生徒会が文化部にスタンプ配布してスタンプラリーできるようにしてるだろ。うん、スタンプ全部集めて本部に持ってったらさ、先着順で景品がもらえるんだってさ。あ、先着順。じゃあ RTA しよう。で、スタンプラリー用のシートはもう取ってきてあるから、今からスタートな。急げ。タイムは俺が測るよ。ちなみに陸上部の先輩の去年の記録は18分31秒。そこそこかかってるな。でも結構大変なんじゃないこれ。じゃあ行くぞ。 OK。 え、行くぞ。いでまる、3、2、1、スタート。どう？タイムは20分50秒だった。結構良くない？陸上部の先輩と並ぶぐらいの好成績。皆さん一日お疲れ様でした。お疲れです。今日はゆっくり体を休めて明日に備えましょう。2日目だ。委員長頑張っていこうね。あ、津田くんどうしたの。よう、あのさ、今日一緒に回らね。え、かわいい。一緒に行こう。これで友達探す選んだらどう思うんだろう。うん、え、かわいい。なんかこれでもみんな可愛く感じるな。多分小野寺くんもやったら可愛いって思っちゃうんだろうな、これ。え、拍手の音が聞こえる。バンドだ。すごかったな、軽音部ね。楽器できるやつってやっぱすげえよな。俺はカスタネットくらいしかできねえよ。リコーダーもぐらいならできるんじゃない。あ、そろそろ模擬店の交代時間が。お前もだろ。最後にもう一頑張りしないとな。行こうぜ。頑張ろう頑張ろう。あ、やっほー、水内と津田も今から交代。頑張ろうね。頑張ろう。 B ちゃんは私のこと水内って呼んでくれるの。うん。ドア、え、何？おい津田大丈夫か。何があったの。で、ちょっとやばいな。足首やったかも。マジ？保健室行かなきゃまずいんじゃね？てか陸上部だから足大事なんじゃない？保健委員は今いないから、水。うん。そんな深刻な顔しなくても大丈夫だって。これくらい平気。いやいや、平気じゃないでしょ。だって陸上部だよ。おう。うわっ。あ、メイドがメイドをお姫様抱っこしてる。え、何やってんだよお前。まさかこのまま保健室まで行く気か。うん、行くけど。
確かに足首は痛いけどさ、いや一人で行けるから。一人は難しいんじゃない？足が痛いんでしょ。俺のことは下ろせよな。でも水っちに運んでもらう方が良くない？ B ちゃんも言ってるじゃん。無理すると部活に響くかもだしね。走れなくなるよ。まあ模擬店も今は混んでないし、二人ぐらい抜けても大丈夫だろ。行ってこいよ。あ、みんな優しい。大丈夫だよ、落とさないよ。いけるいける、結構力持ちだからね。分かってよ、そこまで言うなら水に運んでもらうよ。安心しな。でも最短距離で運んでくれよ、いろいろと恥ずかしいし。頼んだからな。顔隠しとけば、そんな嫌なら。あ、保健室来たよ、津田くん。あ、めちゃくちゃ恥ずかしかった。すれ違うやつらにキャーキャー言われて、お前よくはない、堂々と歩けたな。津田くんの足の方が大事だわ、キャーキャー言われるより。ありがとうな、水わざわざ運んでくれて。いいえ、模擬店には戻れないだろうから服はお前に預けるよ。あ、もう脱いじゃうのか。じゃあみんなによろしくな。皆さん文化祭お疲れ様でした。家に帰ったらゆっくり休んでくださいね。はい、明日振り替え休日だから間違って投稿しちゃダメですよ。あ、津田くんお疲れ。足首軽い捻挫だった？大したことないって。捻挫は侮っちゃいけないよ。でも帰ろうにもチャリは焦げないから父さんに連絡したら？車で、あ、遠出してるから向かいは夜になる。あ、そうなの？私が自転車を漕ぐ。へえ。へえ。トリビア。じゃあ自転車漕ぐよ。俺のチャリで二人乗りして帰るってことか。いいよいいよ。いや悪いってお前も早く帰りたいだろ。自転車の方が早く帰れるんじゃない？結構遠いし、家まで送ったらお前が帰れなくなるんじゃ。じゃあ泊まってこうかな。さすがに泊まってこうかなは言わなかったな、犬丸。最寄りの駅から定期券で帰る。うん、帰れる帰れる、大丈夫大丈夫。じゃあそうだな。お前よっぽど漕ぎたいみたいだし、お願いしようかな。任せときなさい。弱虫ペダルを彷彿とさせる動きで帰るよ。うん。次の角を左に曲がってしばらくまっすぐ。なんでそんな津田くん静かなの？心配しなくてもちゃんと捕まってるって。あ、ほんと？なら大丈夫だわ。うん。ん？何？おい、まっすぐだって。ちょっと、水さん？どこ行ってんの？どこ行く気だよ。わ、綺麗なとこ、高台？だいぶ上がってきたけど、なんかいい眺めだな。これ見せたかったのかな、津田くんに。この景色を。適当に走ったら着いた？え、適当に走ってたの、この子。なんで適当に走んだよ。うん。まあ、そんな気はしてたけど。あのさ、え、何？今日はありがとうな。あ、いいえ。お前と一緒に過ごしてすげえ楽しかったよ。あ、こちらこそ。水もさ、楽しかったか？楽しかった、楽しかった。そっか、ならいいんだ。なんかいつも困ったような笑い方するね、津田くん。俺の勝手でお前が退屈な思いしてないか心配なだけだったから。え？勝手だったかな、津田くん。主人公の方がめちゃくちゃな動きしてたけどな。あと、いろいろ手間かけさせてごめんな。大丈夫、大丈夫。謝んなくていいよ。保健室まで運んでくれたり、自転車漕いでくれたり。今までだってほら、ワーク運ぶの手伝ってくれたりしただろ。あー、そんなこと？別に気にしてないよ。俺、水に助けてもらってばっかだよな。そうかな？俺だって水のために何か。そうだ、俺に何かしてほしいことないか？お礼なんだし、何でもいいぞ。あ、何でもいいの？ないか？あ、ずっと友達でいてほしい。思いを受け止めてほしい。これ友達でいてほしい選んだ。どうなっちゃうんだろう。ちょっと思いを受け止めてもらう方みたいな。まずな、やっぱり。あら。え？なんだそれ。いや、そのまんまだけど。それってどういう？あ、告白はやっぱ私からするんだ。好きだ！受け入れろ、津田！お、本当に？
本当じゃなくて告白したら最悪じゃない？本当に俺のこと？うん。え、なんで目つぶるの？お、俺も？来るか、これは。俺も好きだ。お、やったー！両思いだ。え？え、何？あ、どうしよう。俺、こういう時どうしたらいいか。まあ、俺に任せておきなさい。あ、あのな、うん。どうした？こんな俺のこと好きって言ってくれてありがとうな。なんか、あれなのかな？自己評価が低いのかな、この子。あ、大好きだ。大好きだって、猪丸。よかったね。え、待って、これ。ああ、これでもフェンスに押し付けてるんで、いいんだよね、これ、津田くんのこと。あ、エンディングだ。これ友達でいてほしいの方を選んだらどうなってたんだろう。ちょっと気になるな。霧島さんのルートも結構良かったけど、津田くんも可愛いな。多分これ見れてないスチルとかも結構あるんだろうな。小野寺くんの方に行っちゃった時もあったからな。たくましいな、どのルートでも犬丸は。みんなでもやっぱりちょっと、あ、プールだ。ちなみに犬丸は泳ぎが得意なんで、津田くんが苦手だったら教えることもできますよ。いいね、いい夏の思い出が作れたみたいでよかった。あ、津田くん増えてる。これエクストラって何なんだろう。おまけとかあるんだ。これおまけ見よっかな。おまけ、え、これ何？あ、この霧島さんが書いてた習字のやつか。女攻め最高。風化雪月つらい、ずっと夏休みならなって書いてあるのか、これ。どうしよう。でも小野寺くんも気になってきちゃったな。いや、この作品フリーゲームですけどすごい楽しいですね。なんかそのモブのキャラクター立ち絵が出てこない子たちも個性的なのが個人的にはすごい嬉しいですね。委員長とかもね、多分メイドに並々ならぬ熱い思いがあるんだろうね、あの子。すごくいいな、楽しかった。